This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll. まあ、競技を始めるにあたって、まあ、適切な用具をこう選ぶのはすごく大事なことだと思うんですね。スキー板そのもの、それからスキーブーツという2つ、この2つはすごく、大事だと思うんですよね。それぞれ、まあ、レギュレーションがあって、年代に応じて変わってくるんですけども、スキーに関しては、1つのカテゴリーで、大体サイズが2つぐらいあるんですね。でそういうところの中で、選ぶんですけども、ポイントはまず長いものを使いすぎない。トップ選手でも長さは、抑えて使っています。もちろん柔らかい、スキーを選んだ方が特に、最初の方はいいですね。あとはブーツの方としては、これもまあ硬いブーツイコール、タイムが出るとかね、速く滑れるって思われがちなんですけども、実際には、それにブーツが硬いので負けてしまって、状態がこう体がね起きてしまったり、スキーがまっすぐ行っちゃったりするので、基本的には、前に特にブーツの前のフレックスは柔らかいものを使って、滑るということが大事かなと思いますね。あとは、同じ考え方でも選手そのものの、体型的なこともあるので、体重が重いとか背がすごく高いということになれば、少しそのスキーのレベルを見ながら長めの板を使うということが一つの方法かもしれないですね。選び方としてはですね、まあ競技を始めるということは、まあ大会にも出ることも多くなって、その大会は結構シーズンが早いんですよね。レベル高い大会はもう年末からあるし、県予選とかそういうのであればもう1月入ってすぐとかになる。そうすると、シーズン始まって練習時間がすごく少ないから、一つ今度、カテゴリーが上がって、サイズが、10センチとか、10何センチを長いものになるといった場合は、一つ前のシーズンですから春の段階で、しっかり使って練習した方がいいですね。例えば、試乗会を利用して使うとか、まあ、古いものを、買うとか、なんせやっぱりいきなりシーズン始まって、はい、長くなりましたっていうと、練習時間が足りなすぎるので、その辺で工夫があった方がいいですね。まあ、僕もよく、コーチングの時に言うんですけども、まあ、簡単に言うと、小中高ってこう上がっていくんですけど、そのカテゴリーが一つ上がると、いきなり10センチとか長くなるんですね。そうすると、すごく技術的にもいろいろ考えていかなきゃいけないんですね。まあ一つはポールばっかり滑っても、なかなか上達しないので、基本練習をしっかりしましょうとか、それから短いスキーを使っている時、例えば小学校の時は、膝だけでも滑れるし、少し後傾姿勢でもスキーが曲がってくれますので大丈夫なんですけど、今度じゃあ10センチ伸びた時とか、将来的に長いスキーになった時にはもう通用しなくなるんですね。ですから将来を見据えた形で、まあ、練習を、例えば、腰高で滑る練習とか、外向系をしっかり使えるようにしましょうとか、外スキー、外足スキーにちゃんと乗ってターンをするように、基本練習でしっかり小さい時から練習して身につけておくというのがすごく大事だと思いますね。